ストンマーケットの元々ののる石っててていうのは発展途上国からでできてるんですよブラジルであったりアフリカであったりインドであったり本当に資源の大きいところイコール発展途上国ですよね本当に電気もないようなそういうところからやっぱり石って取れてるんですよだからうちはそういう人たちと常に接してきたわけなんですよねだから本当うち俺がお店を広げようと思ったのもやっぱりああいう海外に仕入れに行って本当ちっちゃい子たちが一生懸命作っててわまたこの人たちにオーダーいっぱいあげたいなとそのためにはもっといっぱい日本で売らなきゃいけないなそのためにはもっといっぱい仕入れるためには店も増やそうかなというふうな気持ちで どどんどんん大ききくなってきたんですよだからそういうふうにこの発展途上国の人たちをなんか少しでもさ普通な生活ができるようにしてあげたいなというふうに思ってやってきてだからうちの石っていうのは自然的に皆さんが買ってくれればもちろんそのお金で海外から仕入れしてるわけなんでもちろんしかも発展途上国がほとんどなんで、まあ、まあ全てなんでですねだから結局それを今回はもっともっと分かりやすくしようということで始まったのがこのハッピーパワーストーンです。 みんななが一丸となってうちのストーンマーケットのもう本当に収益この今回のハッピーパーストーンのブレスレットを作ってこの全額収益を本当にみんなの,あの発展のためにつなげていこうということでみんながストーンマーケットのスタッフ一丸となって頑張ろうといういに決めたんですもう接しているそこの国のその人たちのために直接やりたいんですよ。 だからそういう意味でも、今回のハッピーパワーストーンの本当収益全額というのはもう直接持っていって、なおかつ、うちの,この120店舗から出したうちの,この店舗ノウハウを生かしてやっぱり国自体がもともと貧しいわけだからその中の国境付近なんかもっと貧しいわけなんですよ、そうなるとただ国に寄付したからといってもその国、本当に末端に行くのってごくわずかなんです、だったらもう直接行って俺たちが直接建ててやろうと、学校を建,建てようと。 だからうちの店舗開発部長とかが直接現地に行って直接測量してもうそのまま学校を作っちゃうそして本当にいかに安く効率よくいい学校を作るかだから店出店するのと一緒なんですよ、全くそしてもう1つでも多くいろんなところに学校を作っていきたいなとそして子どもたちに教育を受けてそしてその子どもたちが将来お医者になったりとかしたらこれほどいい本当確実な本当に、ね、寄付はないかなと思うのでこれはもううちが頭となって、まあ、やっていこうと。 いうことなんですよねそのハッピーパーストーめぐるイベントも、うん、その福岡堂もはじめその鈴鹿であったり、うん、この前のパーティーであったり、はい、いろいろありましたねそでラブコレもそうですしねラブコレもそうですしねいろいろや,やっぱりでもそれでみんなね本当にいっぱい賛同してくれるのは嬉しいね、はい、やっぱりたったこのね一つのこのこのたったこの一つのブレスレットですよこれ 本当こ1200円ですけどたったこの一つのブレスレットが本当ここ今3ヶ月ですよ、もうこれで2万個近く売れてますからねやっぱりみんなもね本当に、ね、何かしようと思ってる、ね、でも、なかなかやっぱりじゃあ注ーしましたじゃあそれがどこに使われたってなかなか見えないじゃないですかうちの場合はこの今買ってくれてるこのブレスレットはタイの名放送の学校を作るためのブレスレットですこれがたまれば今度は次は今あの、ラオスに作ってますから次はラオスというふうに確実に今買ったあなたのものが確実にあそこで学校に行きますからそういうふうにやっぱり、ね、本当透明性をはっきりさせて本当 に寄付してくれたものが直接つながっているというふうな形のチ付をやればこれまた一つねまた新しいまた一つの分野として面白いんじゃないかなとだ,だからうちとしても最初はね。 ハッピーパワーストーンというのはキャンペーンとしてやっていこうと思ったけれどもやっぱり学校というのは長いスパンで行かないといけないもう完璧にももう一つの事業部ができてますもんねだからこの事業でもう一つのハッピーパワーストーンもううちはやっぱり、まあ、一つの恩返しもありますしねそういう人たちから一生はある意味譲ってもらってそして日本でこれだけ広まったというのもあるからですねどんどんこれやっていきたいなと思いますね。